イルドイコールバは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。ロスコフと向かい合う島、バシマにある。イルドイコールバの地図満足のいく古源は、発見されていない。古くは島であった、ロワールアトランティック圏沿岸の町、バイコール・シュルメールと同じである。ブルトン語のベスヤワスが、杖を意味するため、セッポル・オレリアンの巡礼者杖を示すという解釈は、 風変わりな思いつきであろう。場島は、ポナン諸島の一つである。ロスコフの沖合2マイルに位置する。島の長さは3.5キロメートル、幅は1.5キロメートルである。島を一周すると10キロメートルである。島は、強い海流が優勢な狭い水道で本土から切り離されている。メキシコ湾流の恩恵を受けて、温暖な海洋性気候である。 そのために多様で品質の良い野菜栽培が可能である。海側から眺めたノートルダムディボンスクール教会1873年に撮影されたイルドイコールバ伝説によると、ウェールズ出身の福音伝道者、聖ポル・オレリアンは525年に島に上陸し、穴の蛇と呼ばれ、住民を脅かしていたドラゴンを退治した。ポル・オレリアンは、ドラゴンが、 自ら海へ飛び込むようにさせたのである。彼は530年頃に島に修道院を建てた。イルドイコ・ールバー教区はサンポルド・レオン市教区の元にあるレオン・ジョサイクを構成していた。9世紀、バイキングが馬島に本土への足がかりとして全省基地を築いた。その後14世紀から18世紀初頭にかけ、イングランド軍が島を複数回荒らした。 18世紀から19世紀、男たちは全員が海で働き、女たちは陸で働いていた。カボタージュの減少と、レオン地方北部で行われている園芸農業が島にも導入され、19世紀後半に島は劇的に変化を遂げた。1388年、アランデル博率いるイングランド軍がバッシマを攻略した。 1000人の武装兵と300人の伊手を含んだかなりの艦隊で全てが略奪され尽くした後に火が放たれた。イングランド軍は同様のやり方でウェサン島、レ島、オレロン島を襲い、フランス人全員と防衛に回ったブルトン人全員を探索した。19世紀半ばの文書に記されているように、場島住民にとって海藻を収穫して焼くことは重要な経済活動だった。 バシマトカロ半島の住民は、海藻を乾燥させ、自家用の燃料にしていた。住民たちは最新の注意を払って灰を作り、農業用に売買したが、純粋な状態のままの灰ではない。燃やした牛糞と海モバイを混ぜ合わせ、沿岸の住民はそれを太陽光の下で乾燥させてから燃料にしていた。最も混ぜ物が少ない海モバイは、 したがって、最も評判が高く沈徴されていた、バシマさんのものだった。カラオ半島産の海モバイは、純粋に海モバイだけでできてはいなかった。カラオ半島産の海モバイは、半島で産出される黒っぽい、大量の土と混ぜられたので、価格と特徴は劣った。5月末から6月上旬まで、モルレイやペンゼの市場で、海藻や昆布の灰が売られ、資産群や、 サンテゴネックの農夫たちが蕎麦栽培に用いた。海藻は動物の飼料にも用いられた。バシマ、プルエスカ、プルガステルでは馬、メウジ、豚が海藻の一種を好むという結果が出た。海藻はブルトン語でベジントルークエイチといった。ベジンテリースクは胸部疾患の特効薬だとして、島民はハーブティーを製造していた。年、 アシマは、ロスコフの岬からケーブルを介して、本土と電信が接続された。イルドイコールバ関連会社が、ロスコフから年間を通じて、島に連絡船を運航している。イルドイコールバ関連会社は、フィニステール海上輸送会社と、アルモールエクスキュルション会社、マリティームアルメン会社の3社からなる。季節便として、プルガスヌ、ロキレック、トレブルダン、カランテック、 モゲレックからの便がある。季節によっては、モルレー湾ツアー、バシマツアー、モルレー川遊覧といったツアーが組まれる。島の往来可能な港は、南海岸に位置するポッツカーノック港である。岩に囲まれていて、ほんのわずかしか経流場所がない、島の北岸にアクセスすることは、不可能である。ありがとうございます。